1952年の冬、石油タンカーの SS フォートマーサー号はニューイングランド地方へ向かっていたハリケーンによる嵐によってケープコッドの南海岸の沖32キロの地点で沈没しかけていました。そして小型船や救命ボートや飛行機が相次いで救助に駆けつけたのです。 SS ペンドルトン号は1944年にオレゴン州ポートランドで造船されました。この石油タンカーは全長152メートル以上あり、時速約30キロの速度で航海することができました。不運な事故が最初に発生したのは1951年7月のこと。ペンドルトン号はニューヨークのハドソン川を移動中に座礁してしまったのです。この事故はそれほど大騒ぎにはならず、翌日運航が再開されました。でもこの当初、この事故で損傷した部分が悲劇的な沈没の決定的な原因になるとは誰も予想していませんでした。1952年2月18日の午前5時頃、 SS ペンドルトン号は目がくらむような雪と荒れ狂う波の中を移動中でした。タンカーはマサチューセッツ州のケープコッドへ向かって南に移動中だったのです。そしてチャタムの町の沖合約16キロ付近を航海中に、乗組員は荒れる海の轟音よりも大きな恐ろしいひび割れの音を聞きました。そして船は突然傾き、真っ二つに裂けてしまったのです。タンカーの船首の部分は水に激突し、船長と他の7人の乗組員を乗せたまま流れてしまいました。でも船尾の部分にはまだ余力があったので、機関長が船長としての任務に就きます。そして船に残っていた約30人の乗組員に指示を出し始めました。ですが乗組員たちは SOS 信号を送信することができませんでした。その日の早朝、チャタムのボートステーションのレーダーにはペンドルトン号の2つに裂けた部分が映っていました。そして救助隊はそれらに対して同時に対処しなければならないことに気づいたのです。ですがその時点で沿岸警備隊に準備できたのは全長11メートルの救命ボート1隻と、荒れ狂う6メートルの波に対して命を危険にさらす準備のできた4人のボランティアだけでした。バーナード・ウェバーはステーションに配属されていた下士官で、沿岸警備隊の救援ボートである CG36500 の艇長としての役割を負っていました。そして視界がゼロの中、巨大な波が荒れ狂う氷点下の海に向かってボートを進めたのです。ウェーバーは部下と共に歌を歌いながら恐怖をしのいでいました。そしてゆっくりと着実にペンドルトン号を沈めた危険な砂州へ近づいていったのです。すると砂州の反対側に船の残骸が見え始めました。沿岸警備隊が砂州を横切ろうとした瞬間、巨大な波にぶつかり、小さなボートが宙に投げ出されました。ボートは横向きに着地しましたが、幸い他の波がぶつかる前に体勢を立て直すことができました。ですが強力な衝撃を受けたことでフロントガラスが粉砕され、ウェバーもなぎ倒されてしまいました。その上、ボートの唯一のナビゲーション機器であったコンパスが破壊されてしまったのです。救助隊はサーチライトを使って前進するしかありませんでした。すると突然、黒くねじ曲がった巨大な金属の塊が巨大な波によって揺れているのを発見したのです。次の瞬間、乗組員にはペンドルトンと書かれているのが見えました。そしてタンカーが何とか持ちこたえていることが分かったのです。吹雪と海の泡を通してデッキライトが光っているのが見えました。すると乗組員が手を振っているのが見え、一度見えなくなったと思ったら他の乗組員を連れて戻ってきました。救命ボートの船員たちにはタンカーの右側に大勢の人々が集まっているのが見えました。彼らは何かを叫んでいるようでしたが、強風と波の音により何を言おうとしているのか分かりません。でもウェバーたちが問題に直面していることは確実でした。ペンドルトン号には32人の生存者がいましたが、沿岸警備隊のボートでは12人しか救助できなかったからです。ウェバーはタンカーの乗組員が縄ばしごで降りてくる間、ボートの位置を前後に調整することに全力を尽くしました。ですが風は止まらず、はしごが動き、乗組員はタンカーの船体に叩きつけられてしまいました。ウェバーは壊れたタンカーにぶつからないよう気をつけながら、ボートをなんとかはしごの真下に近づけようとしていました。20人の生存者は1人ずつどうにか安全にボートに乗り込むことができました。でもボートのコントロールは難しくなっていました。ウェバーは岸まで無事にたどり着けるかどうか不安に駆られます。この厳しい状況から、全員一緒に脱出するか、
全員海に沈んでしまうかという究極の選択に迫られます。31人の乗組員が全員ボートに乗り込んだ瞬間、ペンドルトン号は沈み始め、残念なことに最後の乗組員を水中へと引きずり込んでしまったのです。定員オーバーでダメージを負った沿岸警備隊の救命ボートは岸へ向かいますが、海はまだ荒れ狂ったまま、コンパスもなく、ほとんど希望も残っていませんでしたが、ウェバーは本能に従いボートを操縦しました。そしてボートは奇跡的に無傷で桟橋へ到着したのです。そして大勢の人々が動揺した生存者を上陸させる援助をしました。これはアメリカ沿岸警備隊史上最も大胆な救助活動の一つだったと考えられています。そして沿岸警備隊の4人の乗組員全員に救助を称えた金メダルが授与されました。これは任務を行うための勇気に対する最高の賞なのです。通常この賞は艇長だけにしか与えられない特別なものです。他の3人の乗組員には銀のメダルが授与されることになった時、ウェバーは仲間にも金メダルが授与されない限り賞を受け入れることを拒否しました。そして彼の粘り強さと仲間に対する心遣いのおかげで乗組員全員が名声を得ることができました。当局がペンドルトン号の沈没の原因を調査したところ、その夜沈没した両方のタンカーの鋼の硫黄の含有量が高すぎたことが判明しました。その硫黄の量と低温により船体が脆くなっていたのです。ペンドルトン号の話がかなり劇的だったからといって、同じ嵐で沈没したもう一つのタンカーのことを忘れるわけにはいきません。ではフォートマーサー号には何が起こったのでしょう。この船は2月18日に船体が分裂し、船長と8人の高級船員と乗組員は船首部分に、そして34人の乗組員は船尾部分に取り残されました。しかし船のエンジンと無線が機能していたので、船長は救助を求めて信号を送ることができたのです。フォートマーサー号の船首は荒れ狂う冬の海によってかなり横に傾いていました。閉じ込められた9人の乗組員の救助の最初の試みは惨めに失敗してしまい、数人が波に飲み込まれてしまったのです。そのため沿岸警備隊の小型船は夜明けを待つために撤退を迫られました。そして夜が明けると、長さ8メートルの木製の救命ボートで救助に向かいました。ボートはタンカーにぶつかり撤退する羽目になりますが、その前に残りの4人の乗組員のうち2人をなんとか救助しました。このことが最後の乗組員2人の救助を非常に困難にさせました。小型船はフォートマーサー号に向かって細いロープを発射しました。ロープにはゴム製の救命ゴムボートが取り付けられていて、反対側は沿岸警備隊の小型船に結びつけられていました。ここでのトラブルは、フォートマーサー号の乗組員たちが船に取り付けられたロープを解くことも切ることもできなかったことでした。小型船は交代してロープを切断し、イカダを解放しようとしましたが、しばらくの間何も起こりません。その後やっとロープが切れた後、救助された乗組員がイカダに横たわり寒さに震えていると、タンカーの船首が雷鳴のようなすごい音を立てながら持ち上がり、救助隊の目の前で沈み始めたのです。もし2人の脱出が数分遅れていたら、タンカーとともに水の中に引き込まれていたことでしょう。ですがタンカーの船尾部分は少し状況が違っていて、電気と多くの食べ物がありました。そのため沿岸警備隊の小型船が34人の生存者を救助に行くと、そのうち13人は船の残骸を後にすることを拒んだのです。海が穏やかになった後、もう一つの小型船がフォートマーサー号の浮かんでいる残骸に到着しました。救助隊はベーコンと目玉焼きの朝食でもてなされたので、かなり驚いたといいます。タンカーの船尾は後ろに浮いたままロードアイランドのニューポートに曳航されました。そして新しい船首を手に入れ、サンジャシント号と改名されたのです。興味深いことに、さらに1964年に半分に分裂し再建され、大きくなったタンカーにはパサデナ号と新しく命名されたのです。